つまりシンガたちは木の葉を抜けてから今まで月隠れに潜伏し復讐を狙っていた。はい、里に入った当初は全く普通でおとなしいものでした。だから私たちは奴らに対しそこまで注視していなかったのですが、それが迂闊でした。奴らは陰で禁術の研究を行っていたんです。迂闊なのはわしも同じだ。ナルトを預けた時には全く気づくことができなかったのだから。ようやく奴らの所業に気づいた私はシンガを問い詰めたのですが、逆に なんで月隠れはあいつなんかを。伝承と風習か。月隠れには外の者を手厚くもてなす風習があります。そこを突かれ彼らを招き入れてしまったのです。月隠れは我々の手で解放するにしても厄介な問題が2つあるな。自爆眼と妖魔神器ですね。まあその2つってどういうもんなんだ。自爆眼はかつて木の葉でシンガが研究開発していた特殊な禁術だ。葉の暗部が壊滅し自爆眼の研究も消滅したと思っていたが、奴は月隠れで自爆眼を完成させていたのです。あれは誰もが抱いている人の弱い心、負の心をついて洗脳下に置く術。里のみんなも、そして私も抗うことができず。でもなんで月姉が。月姉はそんな弱い人じゃ。ナルトは知ってるでしょ。私が里長になるのを嫌がってたの。私は世襲を疎ましく思い伝承に剣を抱いていた。自分でも嫌になるくらい暗い心を持ってた。そこ疲れたのよ。だが弱い心などは誰にでもあるものだ。月乃がやられたのも仕方ない話だろう。そうだな。それよりも今は術の解除法の話をした方が賢明だ。解除法か。それなら月の子を使えば。あれを作るには結構時間がいるの。残念だけど今そんな余裕は。葉の暗部襲撃の方を聞き、わしはシンガの調査をやっていたのだが、それでも自爆眼の解除法は見つけられなかった。でしたら最もシンプルな答えは術者であるシンガを倒すことでしょうね。なんだよ、それが一番わかりやすいじゃねえか。だがそこにもう一つの問題、妖魔神器が立ちふさがるわけ。神器ってあいつらが奪っていったあの種みたいな。ああ、神器は葉の暗部が極秘に作り出そうとしていた植物性の人工妖魔。その完成の直前に三代目によって封じられ封印堂に収められていたのだが、しかし今は奴らの手に種が戻ってしまった。もはや神器覚醒は時間の問題だろうな。神器ってそんなにヤバいもんなのか。神器に関してはそれほど情報が残っているわけではない。だが奴らの神器に対する執着心を見る限りかなりの力を持っていると見て間違いない。何にせよ神器が目覚めるとなると、神話を取り巻く脅威が増え奴の討伐が難しくなる。だったらさっさとあいつを追って神器ってのが目覚める前にぶっ倒さねえと。ああ、すぐに討伐部隊を編成する。お前たちも準備しろ。
一気にこの問題を解決するぞ。了解。まだ体が回復しきってないんじゃ。正直戦闘は無理だけど、でも案内役くらいなら役に立つから。本来なら止めるべきところですが、今は一刻の猶予もありません。すみませんが、月隠れまでの案内を頼みます。ええ、任せてください。大丈夫だってばよ。月姉は俺が守るから。ああ、頼んだぞナルト。よし、では皆さんは私についてきてください。最短ルートで月隠れに向かいます。おう。いろんな場所で戦闘が始まってるみたいだね。どうやら月隠れに近づけないよう奴らも必死になってるね。急ぐってばよ、みんな。任務開始。月隠れは？まだもうちょっと先。頑張って。はい。ヨーマ神器。ハノアン武家末から今日まで幾重もの実験を繰り返し、ついに全ては我の計算通り。さあ、我が肉体をよりしろとし、今この世に姿を現すがよい。我が研究、ここに完成せり。何もトラップはなかったはず。これは
うしたんだ。俺たちのチャクラが地中に吸い取られている。地中って何で。加賀先生、今は足を止めている時じゃない。みんな月隠れに急ぐぞ。答えはおそらく月隠れに行けばわかるはずだ。おっす。任務開始。なんだこれ。遅かったか。加賀先生、これってば一体何なんだ。前はこんな気なかったってばよ。巨大な植物、おそらくこれが妖魔神器。これが神器。これはどうやらあの根を伝って地上にあるものすべてからチャクラを吸い取り成長を続けているようだな。そんな。それじゃあこのままにしておくと、いずれ木の葉、いや世界中に根が伸び、地上にいるすべての生命は死に絶えてしまう。どうすればいいんだよ。これは。加賀先生、どうしたんです。吸収されたチャクラが枝を伝って月隠れの上界に運ばれている。月隠れの上界、そこはかつて神河の研究室が。そこに向かいましょう。どういうことなんだよ。妖魔は確かに目覚めてしまった。だがそれを操っているのはおそらく神河本人だ。神河本人を叩くことでこれを沈められる可能性は高い。それじゃ。そういうことです。とにかく上界を目指しましょう。
了解。簡単には進ませてくれないか。加賀先生、一気に突破するぞ。よし、任務開始。なんとか切り抜けられたわね。月音、どうしたんだよ。なんでもない。先を急ぎましょう。これは、おかしいな。さっきまで月隠れの中を走っていたはずですが。現実だな。視覚をごまかすだけの単純なやつですね。あらら、もう気がついたの。君たちがオロオロするとこ見たかったのにな。どうしんか。あれあれ、帰ってこないと思ったらそいつらと一緒にいたんだ、月野。ま、この際どうでもいいことなんだけどね。かかってくんならさっさと来い。俺たちは暇じゃねえんだ。っていうか、もう新規も目覚めたしさ、遅いんじゃない？
何も。そんなの最後までやってみなきゃわかんねえだろうが。ああ、ほんとバカだね。諦めってことは知ってる？もちろん知ってますが、それが何か。何こいつ、僕をバカにしてんの？舐めちゃってんの？いや、そんな気はないけど。その態度ムカつくな。むしゃくしゃするな。本当はもっとからかおうと思ったけど、もうさっさと倒しちゃおっかな。忍術泥人形。まだ行くよ。もう一丁。どうかな、どうかな。これって結構きついんじゃない？こいつのこの疲労は。俺たちをなめんじゃねえ。そんなのすぐにぶっ倒してやる。せっかくここまでやってあげたんだからさ、せいぜい粘ってもてあそばれて、そんで派手に散ってよね。ナルトはサクラとのバディで応戦するんだ。サイは俺とだ。はい、やるわよ、ナルト。任務開始。おかわりだね。またこれじゃあ上に登るなんて無理だよ。畜生、急がねえといけねえのに。ナルト、サクラ、それに月野さん、三人は先に行け。このままじゃいたずらに時間を食うだけだ。ここは俺とサイが引き受ける。でもそれじゃ。こういうトリッキーな相手はお前向きじゃないでしょ。
大丈夫だよ。僕たちもすぐに追いつく。ナルト、ここは仲間を信じて、少しでも早く新規を。ほら、行くわよ。分かったってばよ。この先のことは俺たちに任せておいてくれ。シンガも新規もすぐにぶっ倒してくれ。ああ、お前の力し、よし。先に行かせたんだ。ま、お前の相手は俺たちがする。ま、誰が相手でも僕にはどうしんと言ったっけ。もうその術やめた方がいいんじゃないの。何？泥人形の術、かなり便利な術だが相当のチャクラを使うんだろう。一度や二度ならまだしも、お前は術を使いすぎている。これ以上はもう体が持たない。何それ、何それ、僕はまだやれるよ。まだまだやれるんだよ。禁術泥人形。お前はガイとヒナタの偽物、残りとあの男は俺が叩く。わかりました。任務開始。なんとかなったか。こっちもだ。そんな、僕の泥人形は。
泥人形！うわぁ！なんで？なんで何も出ないんだよ！打ち止めだな。術に溺れて己のチャクラを測り間違えたな。僕はお前はまここまでだよ。スキネ、このまままっすぐ行けばいいのか。ええ、このまま行けば。この子は。さくらちゃん。どうなの。衰弱が激しい。予断を許さない状況だわ。月ね、この子は。月隠れの子よ。いつも元気に走り回ってた。こんな子供にまで。許せねえってばよ。ナルト、月野さん、この子は私が見ておくわ。先に行って。でも、このままシンガを放っておいたら、この子のような被害者が増えるだけです。だから少しでも早くシンガを倒さないと。その通りだってばよ、月野。治療はサクラちゃんに任せて、俺たちは。分かったわ。それじゃあサクラちゃん、ここは任せたぜ。うん、そっちこそ頼んだわよ。おう。へへ。